君がここにいるの？君、夢で会った子でしょ？夢に戻ってよ。戻し方わかんねえけど、それにこんなところ七瀬さんに見られてる。友和君、この子は誰？わかりません。あなたは誰？モネ。そう、モネちゃんっていうの。多分違いますよ。何をしていたの？モネモネ。もみもみしていたの。なんか卑猥です。仲良しなんだ。モネ。何言ってんですか、七瀬さん。そうじゃないの？モネ。というか、そういうんじゃなくてですね、俺はこの子が誰かもわからなくて、なんでここにいるのかすら。友和くん、学校遅刻しちゃう。いってらっしゃい。モネモネ。なんとか間に合いそうだ。誕生日ぐらい遅刻したくねえし。つうか、あのモネモネ言う子は何なんだ。マネ。お兄ちゃん、ちょっとときめいちゃったよ。不可抗力ですから。友和くんのエッチ。男はすべからくそういうもんだって。それより優等生の瑞希が遅刻ギリギリで登校なんて珍しいじゃん。友和くんを待ってたんだよ。俺？なんで？わかんない。ああ、つまりこれなんだけど。これってプレゼント？はい。じゃあそういうことだから。誕生日おめでとう、瑞希。ありがとな、瑞希。みーくーりー、一体何回遅刻すれば気が済むんだ、このおバカ様が。国会で議題にしていいほどの過激な体罰をありがとうございます。なんだよ、あの担任、今までと全然態度が違うじゃねえか。諸君、いい天気だね。なんて感じだったくせに、時だと思えば雨ばかよ。みくりくん。あ、聞いたわよ、瑞希から誕生日のプレゼントもらったんだって。ああ、まあ、もらうにはもらったけど、中身が参考書ってのはいかがよ。みくりくんに一番必要なものじゃない。さすがみずき、愛情こもってる。そんなんじゃないってば。俺は嬉しくないんだって。嬉しくない？みずきのプレゼントが？友和くん、いや違うって。俺が言いたいのはね、そこにいる子誰かな。え？なんで君がここに。モネかわいい。ほんと、俺もそう思う。友和くんの知り合い？ガールフレンドだったりして。違う。君、ここは部外者が勝手に入っていい場所じゃないの。俺は授業を受けなくちゃいけないから送ってあげられないけど、早く家に帰った方が。ミクリくん優しくない。なんだと？わかりました、送ってやるから一緒に行こうぜ。なんで？手紙？俺にか？マネ、読んであげたら？七瀬さんから。友和くん、今日は友和くんのお誕生日会を開くから、寄り道せずに早く帰ってきてね。追伸、お料理期待していいわよ。ありがとうございます、七瀬さん。なんてわざわざ弁護することか。モネ、君も君だ、こんなお使い受けなくても。モネ、ミクリくん優しくない。うるさいよ。よし、全員席に着かなくていい。しかもこの時間はホームルームにする。議題はそこにいる美少女とミクリとの関係だ。なぜだ。
君の名前は？マネ。そうか、モネちゃんというのか。七瀬さんと同じこと言ってる。モネちゃんはミクイのバッキャロとはどういう関係なの？マネ。違う、ミクリのバカになんかされてたりして。マネ、マネしてないから。お風呂の時体のどこから洗うんだい？マネ、マネ。ほう、そうか、わかるのかよ。つうか俺にも教えて。モネちゃん、ミクリみたいなバカと一緒にいると君の人生はダメになる。どうだろう、私の個人授業を受けてすんごい勉強をしてみないかい？マネ、マネ。勝った。戦いの後は虚しいものだ。